面白くなりそうだな。さっき頼むぞ。よしよし、チケットじいさん。おやおや、ちょうどいいとこに来たで。え、どうしたの？あのね、うん、ショップの前に新しく売り出すケーキの見本置いといたらさ、うん、誰かがつまみ食いしちゃったのよ。誰だろう。わしやないで、ちゅう話を今してたとこや。そうなんだ。あ、まさかあなたたちじゃないでしょうね。そんなわけないじゃないですか。なあ、ジャーニー。うんうん。ねえねえ、何その機械。あ、そうだ、この嘘発見器を使えば僕たちが嘘をついてないことがわかるじゃないですか。え、いや、ダメだよ、ダメ。どうしてだよ、このままじゃダイヤさんから僕たちが疑われちゃうんだぞ。いや、これ性能悪いしさ、信用できないよね、機械なんか。そんなことない、さっき嘘か反応本当か全部はっきり分かったじゃないかよ。そうなの、うん、面白そうじゃないの。じゃあさ、それを使ってあなたたちがつまみ食いをしていないかどうか証明してよ。そりゃいいですね、OK です。じゃあ僕からやりますよ、僕はダイヤさんの見本のケーキをつまみ食いしていません。ファイナルアンサー。ほら、本当でしょ、僕じゃないでしょ。はいはいはい、いや次はわしや。はい、どうぞ。わしもダイヤさんのケーキをつまみ食いしてへんで、ファイナルアンサー。お、ほらほら、わしでもないやろ、ダイヤさん。わかったわ。じゃあ残ってるのはジャーニーね。あ、ダイヤさんもやってないじゃない。怪しいよ、ダイヤさんも。何言ってんのよ。私は売り物には手は出しませんよ、うん、ファイナルアンサー。あー、本当だよ。じゃあね、今度はやっぱジャーニーってことになっちゃうな。じゃあわかりました、やればいいんでしょ。やりますよ。はいはい、どうぞ。僕はアンパンが大好きな駅員です。そんな話してない。そういうんじゃない。そういうんじゃない。あ、じゃあこれでいこう、はい。僕はどっちだけど憎めないお茶目な頑張り屋さんでーす。誰が自己紹介しろっつったんだよ。もういいよ、僕が自分でやってあげるよ。ジャーニーはケーキをつまみ食いしていません。ファイナルアンサー。あ、真っ赤な嘘。してます。あ、真っ赤な嘘だ。どの口が言ってんだ。どの口が、この口